カクテルクラブチャンネルをご覧の皆さん、どうもこんにちは、こんばんは。この度ですね、そのカクテルクラブの YouTube チャンネルの方をですね、チャンネル名をですね、クラフトクラブチャンネルというふうに、変えました。もともとこのチャンネルは、ジャパンバーテンダースクールのこうサブチャンネル的な、チャンネルとしてですね運営してまして、まあ、カクテルこうメイクにこう特化したですね、もう黙々とこうカクテルメイクしているところをこう投稿して、カクテルを作っているところを見るのが好きな方とか、あとはまあバーテンダーの方の何かのこう参考になればなと思いまして、ちょっとサブチャンネル的なジャパンバーテンダースクール、ジャパンカフェスクールの、チャンネルので YouTube チャンネルのサブチャンネル的なですね感じでちょっと運営してたんですけれども、この度ちょっとリニューアルをしまして、まあ私ジャパンバーテンダースクールの校長がそのプロデュースをしているお店ですね、クラフトクラブというお店があるんですけれども、東京のこう神田とあとは京都の祇園の2軒今はあるんですが、そちらのこうお店のこうチャンネルとしてこう運用することで、ジャパンバーテンダースクール、ジャパンカフェスクールの校長を私がしておりますので、私の、プロデュースするお店のですねこう内容をですね、こう YouTube のこうチャンネルの方で流すことによって、現場で起きてるですねこうリアルなことをですね、こうもっともっとこう気軽にですね見ていただけるんじゃないかなと思いまして、まあジャパンバーテンダースクール、ジャパンカフェスクールのサブチャンネル的なより現場寄りのですね、そういうこうチャンネルとして改めてこうちょっとリニューアルしようかなと思っておりますので、今後ともお付き合いください。具体的にどういう内容を予定しているかといいますと、例えば、まあ、バーのメニュー開発こうやってやってますよとか、もちろん私だけではなくて働いているこうスタッフの子たちも、試行錯誤をしているので、試作試食をしている時の様子とか、オリジナルカクテルをこう考える時のこう考え方とか、あとはまあお店のこう勉強会の様子とか、まあ、本当にこうジャパンバーテンダースクール、ジャパンカフェスクールは、まあ、いい意味でも、悪い意味でも影響力が少しねこうあるので、まあ、こう教育機関の、まあ、チャンネルとしてはやはりこう一般的なことしかなかなかこう投稿ができないので、そういったことではなくて、もっとねこうざくばらんに私の中でもこう気軽に、本当は現場ではこんな感じでこう基本を軸にしながらも少しこうアレンジしていろいろ試行錯誤してますよっていうのを、まあ、ご説明したいなと思いましたので、こんなチャンネルにしたいと、そのお店のですねクラフトクラブというこうチャンネルに移行したいと思いますので、楽しみにしておいてください。メインのチャンネルのジャパンバーテンダースクール、ジャパンカフェスクールのこうチャンネルもですね、もちろん今まで通りですね楽しく視聴していただきたいんですけれども、こちらはこちらでですね、もう少しこうざっくばらんな感じになると思いますので、そちらの方も楽しんでいただければなと思っております。それでは、これからのクラフトクラブチャンネル、ね、楽しみにしてください。